すみかです。食欲を抑える方法をお伝えします。5つのポイントでお伝えしていきたいと思います。ただその前に、私もそうですけれども、そもそもなぜ食欲を抑えることがこう難しい、できないんでしょうか。その答えはズバリストレスです。以前私もですね、こうストレスがあるときはそのお腹が空いてもないのにこう食べたくなっていてですね、でまたそのお菓子が基本好きなものですからこうまあ食べますよね。すると止まらないんですよね。まあ、特に白砂糖系はその中毒性がありますから、一旦その口に入れてしまうとそのまあやめられないというですね、思い当たること皆様もあると思うんですね。でそもそもそのなぜストレスがあると食べたくなってしまうのか、それは仕組みがあるんです。脳がですね、そのストレスを感じると刺激をこうくださいっていうその指令を出すんですよね。刺激です。そして手っ取り早いのが食べることなんですよね。その中にはその体を動かしてストレスが発散がまあおできになったり、その趣味のなんか手芸とかいろいろねこう没頭するというのももちろん解決策にはなるんですけれども、一番手っ取り早いのはやはり食べてこう糖分をこう脳にこう入れること、まあ、このですねこの負のスパイラルに入ってしまうとますますその食べたくも、まあ、お腹も空いてないのにですね、何かこう口に入れないと落ち着かないというそのストレス食いに今陥ってしまうということなんです。ただこの仕組みを知ってですね、じゃあ具体的にどうすればいいのって思いませんか。だって止まらないんですって、チョコレートとか甘いもの止まらないじゃないですか。でもその脳の指令にずっと従い続けたらお体はどうなってしまうでしょうか。そうすると以前の私のようにもう体調不良になってですね、もう人前に出られないというようなもうひどいことになってしまうわけです。ですから、あなたがそうなってしまわないように、私が、おすすめする5つのポイントでしっかりとそのストレスから来る脳の指令に負けないご自分をそのご自分で自制、コントロールする方法を身につけてください。では早速、ご紹介します。まず1つ目です。こちらはですねこうさっとすぐできる、まあ、対処法なんですけれども、1つ目は例えばその夜中チョコレートとかこう食べたくなってこう袋に手をかけますよね。でもちょっと待ってください。その食べる前に一旦置いていただいてお湯をぐーっと結構な量を飲んでいただきたいですね。そうすると落ち着きます。気持ちが落ち着く、プラスその腸内もきれいに洗ってもらえますから、もう一石二鳥ですから、もうまずは食べずに、まあ、飲むですね、お湯を。そうするとその刺激がですね、まあ、緩和されまして、いやいやいやとチョコじゃなくてもいいと、お湯で十分というふうにそう慣らしていくというのが一つ目ですね。そして2つ目、食べたくなったらですね、まずその、まあ、手に持って しまったとしてもですよ、6秒間数えてください。開ける前に6秒、そして6秒経っているその6秒間の間に何か違うことをしようとこうアイデアを思いついてください。例えばその辺りを早歩きするでもいいですし、スクワットをしてみるですとか、トイレ掃除をしてスッキリしてみるとかですね、何でもいいんです。食べる以外のことをしている間に食べたい欲求がもう薄れていて、そんなに食べたいと思わなくなっていきます。これ面白いですけどね、とにかく6秒最低待ってあげてください。そして違うことをしてみる、効果があります。そして日頃の、まあ、今2つはこうすぐできることですよね、食べる直前に。で他の3つは日頃の取り組み工夫ですね。3つ目はよく噛んでください。もうこれはねよく言われていることですけれども、最低30とかではなく最低50回です。
50から100回をよく噛んでいただいて、満腹中枢を刺激する。でこの満腹中枢は20分後にようやく活動し始めますから、とにかく早食いは NG ということですね。そして、4つ目、だしの旨味成分、イノシン酸などですよね。こういったその、素晴らしい日本食が持っているその旨味ですよね。他国の料理にはこうないと言われている旨味ですよね。お出汁のそういった成分を上手に使いますと、満腹感をこう得ることができるです。で最後5つ目は腹持ちの良い食材を積極的に選んで摂るです。ズバリそれは水溶性食物繊維を多く含んだ食材になります。私も大好きな、納豆ですよね。納豆、あとオクラ、山芋、明日葉、要はぬるぬるネバネバした食品です。でプラス海藻ですね。わかめ、めかぶ、昆布、ひじき、私大分県民ですから、黒目とかですね、海藻あるんですけれども、そういった海藻類ですね、このようなものはその水分をこういっぱい吸い取ってですね、お腹の中でこうプーッと膨らんでくれますから、すぐにこう満腹感がこう得やすい。プラスその腸内環境、腸内細菌のこう餌になる、もう素晴らしい食材ですから、こういったものも必ず1日最低でもどこか1食ですね入れていただいて、その満足感を得てこう脳をですね、騙してほしいんですね。脳 の、その刺激が欲しいというそのストレスに対する指令に従い続けていては、いつまでたっても食欲はコントロールすることができません。ですから今お伝えしました5つのポイントをしっかりですね、やってみようということでですね、まずは行動に移すことです。考えてからできるのではなくて、動いたからできるとよく言われますよね。動く方が考える前よりも先なんですね。私もはっと思ったらですね、ちょっと待ってみたり、食べる前にいっぱい飲んでみたり、日頃こういった食材を取ってみたり、とにかくですね、もうコツコツです。もう工夫しながら楽しく美味しくいただいております。でこういった食材はですね、もちろんファスティングの前後、日頃のお食事すごく有効ですから、ぜひぜひ日頃から取り組んでみてください。でまたこのファスティングご興味おありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後、皆様直接私までご相談されてますので、遠慮なくご相談ください。でまたこの動画のお話を繰り返しご覧いただいて、必要な方にもぜひ教えていただいてですね、シェアしていただいて、微腸活、腸をピッカピカにしてですね、本来のあなたの健やかな笑顔を取り戻す、そういったことにぜひお役立てください。またこの動画のお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。